ちなみに。広かったもんね、さっきの地図見てもね。あの駅、本当に端っこだったもんね、町のね。お情けでこっちに回してもらったって感じで。あ、これも色違うよ。高原野菜だね、本当に。ここは川から砂利取って。エレベーターに乗ると、どういうふうに向きを
ちょっと気温が落ちた感じ。水道管引いちゃった方が早いってことだよね。あれ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 、あれあれ、これでね、なんかシャーって水の、だから水は息はやらないと思うから、のあれはさっきの洗ってたのかな、農薬かなんか撒いたか、肥料撒いたかして。もうどこがちくちやろ。わあわあ、まっすぐまっすぐ、信州まっすぐ、仕事終わったのかし、雨降ってきたからもう開けられない。10時半だからあとは帰って、なんかところどころ残ってるのは何なんだ。なんか、あれあれあれ、見たことないよね。日本でもやってるんだね。何やってるんだろう。だったら流れちゃうんだから、やっぱり肥料が、まあ肥料だったら若干、でもビニールかぶってんだよね。ビニールかぶってんだよね、根っこのところなかなか行かないよね。照明みたいな周りにいたんだろう。